3月11日、学習院大学にて愛子さまの取得単位が発表され、ご卒業が正式に決定いたしました。月末には新社会人としての一歩を踏み出される愛子さまが伊勢神宮への参拝を予定されており、新たな生活への準備が進められています。この春、愛子さまは大学をご卒業され、日本赤十字社でのお仕事を始められます。社会への第一歩を踏み出される愛子さまに多くの期待が寄せられています。特に注目されているのは愛子さまのプライベートな装いです。新型コロナウイルスの影響で大学生活の大半をオンラインで過ごされた愛子さま、外出の機会も限られていたため、成人後の私服姿は非常に貴重なものとなっています。そんな中、春からの通勤スタイルが多くの方々の関心を集めています。ブラウスにゆったりとしたパンツを合わせるというのが愛子さまの定番のスタイルです。シンプルでありながら品格と洗練されたセンスが感じられる装いは、多くの人々にとって新たなファッションの指針となることでしょう。そんな愛子さまのレア私服を近くで見ることができたのが学習院大の学生たちだといいます。愛子さまは大学でのご自身のスタイルを確立されています。それはスカートのように見えるが、実は裾が広がったパンツとブラウスという組み合わせです。このお召し物はゆったりとしたシルエットで、愛子さまの優雅な雰囲気を引き立てています。昨年の4月から文学部日本語日本文学科でのご通学を再開された愛子さまは、久しぶりのご登校日に報道陣の前でこの定番の装いを披露されました。花柄のブラウスにベージュのフレアパンツを組み合わせたお姿は、多くの人々の目を引きました。愛子さまのお召し物やバッグにはブランドのロゴがほとんど見られません。これがもしかしてブランド物を持つことは控えるべきなのかという噂につながったほどです。実際に愛子さまが GU の衣服をお召しになっていたこともあるそうです。過去に持ち物について批判を受けた経験から、愛子さまは公の場でのご自身の装いに細心の注意を払われていることがうかがえます。愛子さまは華美ではなく、身近な装いで私たちの心を捉えます。特に昨年の夏のご静養では、その姿勢が際立っていました。愛子さまは那須御用邸へのご出発の際、緑色の小花柄が愛らしいワンピースをお召しになっていました。それは国産ブランドケイミーのもので、お値段は約68,000円。インターネット上では少し高価ではないかとの意見も見受けられましたと記者は伝えています。しかし9月に那須から東京へお帰りになる際には、愛子さまのお召し物は変わりました。今度はより手頃な価格で親しまれているユニクロのセカンドライン GU のプリーツワンピース約2500円を選ばれたのです。以前、愛子さまが小学6年生の時に同じ那須でのご静養中に、約4万円するグッチの子供用トートバッグをお持ちになり、そのことで時期尚早や高すぎるといった批判を受けたことがありました。その経験から、国民のささやかな声にも耳を傾け、愛される存在であり続けるための心遣いが現在のお召し物選びにも反映されているのですと宮内庁関係者は述べています。愛子さまはただの定番スタイルにとどまらず、
昨年秋にはジャージ姿でキャンパスを歩かれていたそうです。これには友人も驚きを隠せなかったとか。意外に思われるかもしれませんが、愛子さまは運動も楽しまれています。天皇陛下がおっしゃるには、コロナを経て友達と一緒にスポーツを楽しむことが愛子さまにとって忘れられない経験となったそうです。通常体育の授業は1年生で終了しますが、オンライン授業による物足りなさから愛子さまは再び体育の授業を受けられたのかもしれません。そして春が近づくにつれ、愛子さまの愛されコーデがますます楽しみになってきますね。このように愛子さまの学生生活は私たちにとっても新鮮な驚きと発見の連続です。愛子さまのこれからの活躍に引き続き注目です。愛子さまがご公務でお召しになる衣装について価格が注目されることがありますが、それは時に息苦しさを感じさせることもあるでしょう。しかし愛子さまは国民のことを常に考えられ、ティアラをご辞退されるなど、その心遣いは多くの方に知られています。20代の今だからこそ、愛子さまにふさわしい素敵なお洋服をたくさんお召しになっていただきたいと思います。価格だけでなく、愛子さまがお好きなものを自由に選ばれることが何よりも大切です。昨年の夏、ご静養に向かわれた際に愛子さまが着用された緑のワンピースは SNS で可愛いと大変好評でした。そのような好意的な反応が見られたことは、多くの方々にとって記憶に新しいことでしょう。またお子様の頃のブランドバッグに関する記事もありましたが、贈り物であった場合、そのような記事は失礼にあたるかもしれません。愛子さまはこれからも多くの注目を集められるでしょうが、私たちは愛子さまが自由に、そして快適にご公務を果たされることを願っています。愛子さまは決して愛されたいとか好かれたいという意識を持って行動されているわけではありません。ご自身が自然と振る舞われることで、多くの人々から愛され尊敬されているのです。その素晴らしい人柄はファッションの選択にも現れています。愛子さまはご両親である天皇陛下と皇后陛下のもと、誠実さと紳士さ、謙虚さを身につけ、誠心誠意の生き方を学ばれました。その結果、愛子さまはご両親の姿を見て素直に、そして立派に成長されたのです。また天皇家は質素倹約を旨とし、無駄な贅沢を避け、見栄や体面を気にすることなく、虚栄心や歪んだ競争心からも距離を置いています。天皇家の皆様は自然体でおおらかな暮らしをされ、その生き方には多くの人々が感銘を受けています。このように敬宮愛子さまはご自身のありのままの姿で私たちに多くのことを教えてくださっています。愛子さまの生き方から私たちも学ぶべきことはたくさんあるのではないでしょうか。今回の動画は以上となります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。気軽にコメントをお寄せください。この動画に対していいねボタンで評価いただけると嬉しいです。これからも皇室に関する動画をお伝えしていきますので、あなたのチャンネルの登録をお待ちしています。それでは次回またお会いしましょう。